小金城は、下佐国葛飾郡にあった、日本の城である。標高20メートルほどの丘陵地帯にあり、琴根川、中川、荒川流域の低地帯を一望できる場所である。城域は、東西800メートル、南北700メートルに及び、十二もの角を備えて、当時の下佐国北西部においては、最大規模を誇った平山城である。大谷口城、開花城、 とも呼ばれる。金杉口どるい用害の城であったが、太日川のようでもあったため、水運により城下は、地が立ち並んで、金宿が形成され、周辺の本土寺や東然寺が、領主高木市の保護を受けて栄えるなど、軍事的にも、経済的にも栄えた場所であった。千葉市の過労原市の重心であった高木市の居城である。原市が室町時代の京徳の乱で、 上杉氏と対立関係に入った時期に、上杉勢力の下佐信仰を防ぐ拠点とするために、重心の高木氏を小金に配置したものと考えられている。小金城は、天文6年9月に、高木種吉によって築かれ、高木氏は、ネギ内城より居城を移して、種吉、種立つ、種即と三代五十三年の居城となった。種吉は、城建設以前には、 近郊の立家卓上、根ギ内城を根拠地として構えていたが、小弓久保を、足利義明の寝室に対抗するために大谷口に、新城を築城して移った。永六年間、小賀御所を追われた小賀久保、足利義氏の仮御所の役目と、義氏に敵対する関東関連上杉県政を擁立して関東へ進行した上杉謙信に備えて拡張が行われたものと、 考えられている。実際、A69 年2月には、上杉方に小金城を包囲されたが、牢城して乗り切ることに成功している。天正18年の小田原聖伐の際、後北上司法の高木氏は、後北上司に従い小田原城に牢城し、豊臣司法の朝の仲間さらに攻められ解除した。その後、徳川家康の関東違法に伴い、 ア山武田氏の名跡を継承しない国川治療となっていた、家康逸夫・イツ武田ケ吉が入場する。シ吉は、文禄元年に、下宇佐国桜城主として、天保となり、小金城は、文禄二年に廃城となった。北に金杉口、東に大手口、牛虎にダルマ口、西に横須賀口、南に大谷口を設け、横須賀口に和歌心を住まわせ、その規模、 内容は稀に見る、大掛かりなもので、完成の祝宴も盛大であったという。以来、天正十八年の豊臣秀吉の小田原攻めで、落城するまで、三代五十七年間にわたって栄えた。高木、小金城落城後、大谷口周辺は徳川幕府片旗本の土屋氏が、圧政ではなく、大熊家や八木原家などの有力者と、相携えて、 村人という足両者対立することなく村の統治を行った。うね堀昭和40年代頃までは森林の中に遺構がほぼ乾損していたが、宅地開発により多くが消失している。残存した城石の一部が大谷口歴史公園として整備されており、ご北条市関連の城石で多く見られる背堀や障子り、土類などの遺構が残る。 また、だるま口にはかつて引き橋がかかっていたと言われている、土塁と掘り切りのような場所が残り、馬場と呼ばれる付近にも、土塁や空堀の名残らしきものがある。なお、昭和37年及び、平成3年に、宅地造成に際して、松戸市によって、発掘調査が行われており、多くの建物跡、ヤグラ跡、また、鉄砲の玉や、陶磁器などが発見されている。 1960年代頃までは本城への土橋と空堀が完全に存在していて、その写真は日本城を描く体系に掲載されているが、現在残るのは金杉口、だるま口付近の遺構だけである。最も戦闘的な主要建造物を有した本城、中城などは昭和39年の宅地開発により消失している。近年、 2010年代半ばまで本場と言われる部分の所々に土類が残っていたが、徐々に減りつつある。なお、小金城の発掘では、瀬戸、常並焼きや中国産と見られる陶磁器も出土しており、こうした出土品からも小金が幅広い地域と水運を通じて結びついていた事実を示している。原市の小金支配をめぐっては、小金城の築城舎を、 高木種吉以前の原氏に求める意見もある。これは小金城やネギ内城の移行から室町時代の陶磁器が出土していることによる。原氏が戦国時代初期に小弓久保に追われて一時小金に拠点を置いていたことが知られており、高木氏以前の小金城やネギ内城などの小金付近のいずれかの城に原氏の拠点としての小金城があったと見られている。ただし、 北条氏康が野田政保に宛てた書状では、当初は江戸城に移る予定であったものが、吉原院政居などで準備が遅れたために、その代替で小金城に移られた。と書かれており、小金城の改築中に、たまたま久保移り座が重なっただけであるとする見方も、ある。ただし、慶長5年7月23日に、徳川家康に従って東軍に参加していた。 里見吉康が小金に陣を設置しており、この陣が小金城と関連性があるともされるが不詳である。ありがとうございます。